んにちは。すいません、急にゲリラで配信を始めてみました。こんにちは。めちゃくちゃゲリラなんだけど、みんな何してましたか？わあ、ゲリラなのにありがとね。やっほー、みんな、きゃ嬉しい。ゲリラなのにたくさん来てくれてありがとうございます。あ、ガールズモーメントだ。嬉しい。コロロありがとうございました。みんなこんにちは。みんな今日何してたんですかね。今日土曜日かな。風邪ひきました。大丈夫？走りありがとう。午前バイトの面接行ってた。お疲れ様。お、これからコロロ探しの旅に出ようと思って。嬉しい。そうなんです、昨日公開されたんですけど、ザ・ランページの川村一馬さんがこうやられているコロロの、新ウェブ CM のアンサー動画で私が出演させていただいてるんですけど、皆さん見ていただけましたか？見てくれたかな？ YouTube とインスタにも載ってるんですけどね。緊張したの、撮影。しかもこう、なんだろう、ちょっとなんだろう、アンサー動画だからちょっと可能彼氏目線みたいな感じに見えてると思うんですけど、こうよしよしの手とか、こう実際女性のスタッフさんがこう遠隔っぽくこう、こういう感じでこうよしよししてるんですよ。それがめちゃくちゃ面白すぎて、すっごい撮影も楽しかったし、もうその日一日ずっとコロロをめちゃくちゃ食べてました。で、動画に向かってこうさ、いる？あげない、みたいなしてるやつ、めっちゃ何してんの自分って思ってでもなんとかね、いい感じの作品になったのでよかったです。皆さんね、見ていただけたら嬉しいですね。コロロのパイン味もめちゃくちゃ美味しいし、今日もマネージャーさんたちがみんな買ってきてくれて、こう買ってきたよって言ってくれて、すごい嬉しかった。今日はですね、撮影をしてました。とあるなので、ちょっとねアイメイクの感じもいつもとちょっと違うかも。そう、さっきねお仕事が終わって、でちょっとゲリラで今配信をやっています。パイン苦手なんだけど、どうしたいですか？でもその新発売のはパイン味だけど、その他にもマスカット味とか巨峰味だったりとか、いろんな味があるので、ぜひ他の味も食べてみてください。メイク姿似合ってる、ありがとうございます。今日バイト大変、頑張ってね。今日土曜日だからか。今日土曜日人多いよね、絶対に。今日は電波いそうですよね。目の前がすごく綺麗な景色を見ながら今配信をやってます。洋服かわいい。これシャイギーさんの洋服です。髪の毛ね、多分外はねしてるからちょっと短く見えるか。今日メイク濃い？これ髪型いい。ありがとうございます。今日部活の試合お疲れ様。パン味ぜひ食べてください。ダンス今終わった。お疲れ様。お腹空いたね。私はね、さっき焼肉弁当を食べました。昨日番組見た。嬉しい。今授業中？何の授業受けてんの？今日暑くない？今日暑い。今ここがめちゃくちゃ暑い。なんか勉強応援して、勉強頑張れ。土曜日に勉強だなんて偉いな。ネイル、やっほー。ゆずちゃんあげてたね。そう、ゆずがストーリーにあげてました。ハーフアップしてるよ。これね、ちょっとねここでね止めて、クルリンパみたいな感じで止めてるんです。メイクさんにやっていただきました。来週バイトの面接、もうとりあえずスマイルだよ。笑顔良ければ全てよし、きっとコロロ買いながら実家まで帰ってきました。お疲れ。 ありがとうございます、買ってくれて。みんなお勉強してるの？コロロごっこして、どういうこと？よしよしみたいなことどういうこと？
代々木の前日に亀染め行くの、やば、楽しみにしてるね。明日嬉しい。明日はですね、あの愛知名古屋の方なんですけど、プライムツリー赤池さんで、あのガールズガールズアイスクリームコラボリリースイベントさせていただくので、ぜひお時間を方会いに来てください。今日部活あった、お疲れ様。明日も背景プリクラみたい。確かに。なんかね、ここね、なんかなんて言ったの、ワーキングスペースみたいなところ。え、何グッとしないね、これ、もしかして初見です、ありがとうございます。何っていけないよってこと。勉強頑張れ。ギャちゃん高校で布教してる、嬉しい。布教していっぱいジェルネイルしてます。もうすぐ仕事の休憩時間終わる、ありがとうね、合間で見てくれて。今日も明日もバイト、あ頑張れ。いつ髪切った？なんか多分髪切っ、まあ切ったか、エクステをつけてたから、実際実は私このぐらい長さで、エクステつけてたから長く感じてたのかもしれない。でめっちゃ切ったように感じてるのかも。意外とね髪の毛短い、そうちょっと切ったんだけど。テッサル頑張れ、味覚との人だ。え、嬉しい、そうやって言ってくれて、キラです味覚糖の人もめっちゃ嬉しい。今日のお洋服と緑の壁、本当に確かに今日洋服シンプルだから。お料理しながら、何お料理してんの。あ、娘が体調崩してお家でゆっくりしてるよ。ゆっくりしててね、おやちゃんと休むときは休んで。明日ちょうど名古屋出張なのに完全に仕事で間に合わない。気配だけ感じるね、気配だけ感じてください。お仕事頑張ってね。この間キラちゃんの来たよね始まって、嬉しすぎて歯ブラシ吹っ飛んでた。どういうこと、こうやって磨いてて来たよねって聞こえて、あーみたいなことめっちゃ面白いじゃん。バナナビュルブリューレフラペチェ飲んでないです、バナナ無理なんです。僕の友達が毎日キラのこと好きすぎてうるさいです。最高ですね、それは。お話いっぱい聞いてあげてください。かわいい、ありがとうございます。コロロ凍らすともっと美味しいよ。それそう、なんかね見たんですよ。で私も冷蔵庫に入れてる。バズリズム楽しみ、嬉しい。そうバズリズムあの観覧、ファンクラブの方のみ観覧可能なんですよ。ぜひ皆さん、ね、生で私たちのパフォーマンスを見ていただけたら嬉しいなって思います。前夢にキラちゃん出てきた、待ってどんな夢。ももちゃん、実はももちゃんもさっきいるんですよ、同じ場所にいるんですけど。ああ今ね充電しながらやってるからさ、ごめんね。そうももちゃん今ね、ももちゃんはまだ撮影してます。申し込んだ、ありがとう。年齢足りなきゃ、できなかったのか。バズリズム絶対見てください、オンエアでもいいので。バズリズム応募したから当たるよね、願って当たりますように。リナちゃんと仲いいって知って嬉しかった。どっちのリナだ、あのミラクルチューンズだった方。ガールズオフィシャル来た、やば。ヤポタニエンはやばいね、ももかももちゃんまだ撮影なう。山口のキラだ、山口のキラです。もうちょっと自主始まっちゃうの、あー頑張ってね、応援してるよももちゃんヤバタニエン、ももちゃんいますよ今。あコロロ食べ終えました。そうなんです、もう朝からマネージャーさんが見てキラ買ったよって言ってくれて。ヤウって何ももちゃんナウね、ナウね。あとどのくらいで終わるの。バイト戻るね、頑張ってね、また覗きに来て。ソラちゃんと何食べたの。ソラちゃんとはカフェに行って、なんかピザとかリゾットとかなんかカフェみたいな、カフェした。そう、もうソラちゃんとはね横浜こう、トラが横浜校で、その時に私も横浜校でレッスン受けたりしてたので、それで出会いました。はよ会いて、私も会いたいです。キヤちゃんトラが撮っても、あ今トラが撮ってんのか。明日行くよ会計、嬉しい。コロの CM したのさせていただきました。ぜひ YouTube とインスタのゆうはみかくとうさんのアカウントの方にも載ってるので
ぜひ見てください。キラタまたキラヨッカの渋谷とか見たねえ。確かにそう、手蚊に刺された。でもなんか蚊じゃないよねって思ってる。こことここ3つ、3箇所。でもこれね、蚊じゃないんだよ絶対に。違うもんこれ。蚊だったらこんなならなくないって。手大丈夫、なんか自然に治るの待ってます。ついに今月末遊戯だね。愛知から家族で行くね。嬉しい。そうなんです、もう今月末になっちゃったよ。やばいねえ、緊張する。そんなこと言われたら。ムヒ持ってってあげて。持ってきて、嬉しい。持ってきてとか言って。でもこれね、外とか家とかじゃなくて、あの EXPG の地下にいた、配信してる時に刺されたんです。クレイちゃんもこれを食べてたね。食べてたの？本当に食べてた？食べて食えてた？遊戯行きたかったし、ぜひね、もうあのチケット16時半から本日ね完売、販売あるので、皆さんぜひ、ちょっとね完売しちゃって、うわ逃しちゃったと思った方いたら、18時から販売スタートなので、ぜひ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 皆さん私たちに会いに来てくれると嬉しいです。遊戯楽しみすぎる。蚊も食う人を選ぶようになったからね。本当にさ、本当にさね、なんかめちゃくちゃ目立つのこういうの、やめてって思いながら。スタッフダイアリー見ましたかってマネージャーさんが言ってますよ。今コロロ買ってきた、嬉しい。遊戯の日学校、そっかそっかね。気持ちだけ受け取ります。気持ちを受け取ってください。私たちのキラ今来てるねかい。来てるねです。私が蚊になったらキラタン噛みまくんね。やめて、かゆいかゆい。ねえ待って、ムヒ大量にあげたい。マジでムヒね、自分で塗ってって話だよね。塗ってない、ムヒ。大型は蚊に噛まれやすい、そう言うよね。だけどさ、私大型じゃないんだよ、 A 型なんだよ。未来の CM 女王キラちゃんです、嬉しい。未来の CM 女王になりたい。丁寧に電話を持つクレータン。あ、マジカルテレフォンかね。そう、昨日マジカルテレフォンっていう FC の企画があって、ファンの方と1分間お話ができるんですけど、すごい楽しかった。だからみんなとももっと話したい。代々木センスである、楽しみよ。さあどうでしょうか。キラちゃんの妖精になって魔法で直してあげて。マジ直してくれるの。大型と A 型って相性いいの。そうなの、初知り。今日びっくりした。何が。キラちゃん囲碁やってたね。そうなんです、私囲碁部に、そう私ね囲碁やってたんです、小5ぐらいで。あのこうやっておじいちゃんと、あ、おじいちゃんってあれですよ、囲碁のクラスにいるおじいちゃんたちと一緒にこうやって対戦してた、ずっとね。なんか今思い返すと、そういえば囲碁やってたし、めっちゃ楽しかったなって記憶がある。何時までやろう、何時までやろう。渋いよね囲碁なんてね。そうでも児童館通ってて、なんかそこでそうや囲碁っていうのがあるよって友達のノリで入ったんですけど、普通にハマっちゃって。今鎌倉にいるのいいな。キラちゃんソフトボール好き。やったことなんかできないけど見るのは好き。眠い、起きて。ガルガルチャンネルで韓国ダンス留学してたんだ。なんか留学じゃなくて、なんかその旅行行って、そのダンスの先生とその家族ぐるみで仲いい子と行ったんですけど、そう留学ではなくて、その旅行で行って、そこでレッスンを何回も受けたっていう感じです。スタッフダイアリーの靴下ね、見た靴下、私の超可愛いから見てほしい。今からライブ誰のだ。5周年グッズおすすめある教えて。5周年グッズはもう全部可愛い。メンプロも可愛いし、アクリルスタンドも全部可愛いし、
でもライブとかメンプログッズ着てくれてたらすごく嬉しい。昨日まで京都行って帰ってきた。おかえりなさい。京都いいところだよね。ガーデンシアターで何ですか。そうなんですか。いいな。将来キアちゃんみたいにダンスうまくなって。ありがとうございます。あの靴下おしゃれですよね。そう、あのね、あのスタッフダイアリー見てくれた方わかると思うんですけど、ちょっと見たい方はぜひ見てほしい。私のおしゃんな靴下、あれ履いてると毎回笑われる。キアタゴンハタルタタメンプルに合うコーデ悩んでるから決めて。何か、何あれですかね、こう購入してくれたのかな。あーカナオさんありがとうございます。クレキラプロデュース買って嬉しい。ありがとう。ファントミラージュがキアちゃん好きになった。ありがとうございます。メンプロを4着買ったんですけど、当日2着しか着れないのが悩みです。あー、じゃあ着込んでって着込んでって変えてこ、脱いで脱いでみたいな。長崎のおすすめ教えて。おすすめ、場所とかってことなのかな。でもなんだろう、なんか長崎はいるだけで、多分その路面電車走ってたりとか、空気感がすごいんですよ、レトロな感じとか。長崎は、私は稲佐山とか夜おすすめ。チョコモモとコロロを探してローソン走って、はしごしてます。そうなの、嬉しい。昨日ファントミのラインスタンプ買った。マジ今はキャー、嬉しい。恥ずかしい。完全に始まってるスタンプあるじゃん。そうね、ファンの皆さんも私たちが早着替えしてるタイミングで着替えちゃう。長崎の名物はカステラと長崎ちゃんぽん、トルコライスとかですかね。長崎でちゃんぽん食いまくって夜景見てっていうのして、うわめちゃくちゃいいプラン、それ最高。コロロ買って今食べて、みんな嬉しい。ほんとコロロをゲットしてくれてね、チェキのあれもすごい、私のハッシュタグ名前つけてくれて、全部皆さんのこうコメントとかも読ませていただいてます。本当にポジティブの秘訣は、ちなみに私はめちゃポジティブの秘訣、なんだろう。でもさ、何事もポジティブに考えてた方が人生楽しいじゃん。でもネガティブになることもそれに対してすごい向き合ってる証拠だと思うし、私だって常にポジティブなわけでもないからね、なんかその時のあれでいいと思う。無理にこうポジティブにしようってしても自分が苦しくなっちゃうだけだから、落ちる時は落ちて、でその落ちるんだけ落ちたら、よしここから頑張ろうって切り替えたら全然いいと思う。キラちゃん CM のスタンプ作ってないんですね。どういうのがいいと思う。私絵心ないから本当に、どうしようと思って。首のアイソレなんか恥ずかしい子なの。大ポジティブ人間、いいですね。ナイスです。キラですよ。長崎の名物山口キラおもろい。私でいいの、肌をきれいにするためにやってること。でもなんか私も結構肌弱くて、結構こうなんだろう、季節とかによって、季節とか体調とかによって、すぐ肌に影響するんですよ。だから結構基本的にもう皮膚科さんにめちゃくちゃ頼ってて、もう今皮膚科の化粧水乳液と塗り薬とか薬も全部皮膚科のやつ使って、あとあれじゃないかな、肌に合う化粧品をちゃんと知っておくこととかかな。そう、肌ね弱いの。キラちゃんが初めての推し、嬉しい。何色が好き？ピンクベージュ黒白とかグレーとか。私も皮膚科に通ってね、皮膚科大事本当に。好きな食べ物、何でも食べれるな。チーズケーキ、いちご、肉、イタリアン、全部。主観にいた山口キラさんって呼ばれます。もちろん山口キラさんって呼ばれます。山口さん皮膚科しか勝たん、それはそう。
今洗濯して掃除した、えらいね、えらいよ。好きな歌、好きな歌、ソアラちゃんの曲。嫌いな食べ物はトマトです。でもなんかすごい食べれるようになったものが多い、最近になってとかこの年になってとか、なんかやっぱ昔は食べれなかったのに食べれるようになったとか、でもトマトだけは全然ね食べれないからどうしようみたいな。そう、コロラももちろん大好きなんで、そんな皆さんねそんなこと言ってるけど、コロラもちろんじゃないですかね。トマト好きな人多いよね。今日の服も美語、今日の服はシャギーさんです。リアルバイさせていただきました。今娘の喉が開いて知るわ、いいじゃん、楽しい。私も弟とか妹いるんですけど、一緒にウノやったりしてますよ。なんだかんだ楽しい。今からダンス頑張って。さっきソラちゃんの曲聴きながら家まで帰りましたね。本当にね、ソラちゃんの楽曲はすごく、なんだろう、なんかいろんな感情に寄り添ってくれる。なんか歌詞がストレートに入ってくるので、なんかすごい、じゃあなんかちょっと辛かったりとか、なんか悩んでたりとか、今強い女になりたいとか、そういう時にいろんなシチュエーションに合う曲があるから、すごい心にも響くし。今シャギーさんの撮影じゃないよ、今日は私服で着てきたってことだけ、こと、うん。カラオケで何歌うの？でもお箱はエメさんの思い出は綺麗でよく歌ってる。個人 TikTok ね、 TikTok ね、確かに。でももうちょっとしたからかな。エンジョイ好きでめっちゃ聞いてます。いいね、ありがとうございます。ケアちゃんの配信見えて元気出たので、月曜日の手術頑張っていきます。嬉しい、頑張ってね、応援してます。ピアス開けてないんです、私ピアス開いてない。僕のお箱は演歌です。すごいね、かっこよ、聞きたい。とーちゃんの TikTok 撮って細い、細い撮ってほしい、いいよ。コロナ食べながらゴロゴロし、いい休日ですね。遊戯ワクワクすぎてやばい、私もワクワクしてる。ケイちゃんが自分たちの曲で好きな歌詞は、マジいっぱいあるの。これは今ここでさらっとパッと言えることができない、ありすぎて。でもなんか本当ガールズの曲ってこう普段自分が歌って踊ってると、なんだろう、やっぱ自分たちの曲だから、もちろん大切にしてるし、一個一個歌う時だとパフォーマンスだけ大切にしてるけど、こう改めてしっかり歌詞とか見るとめちゃくちゃいいこと言ってるっての多い。スキープとか、一人じゃできないこと、君となら一緒に、君となら絶対できること、そういうのいいよね。一人じゃできないこと。ケイちゃん正解ライン弾いてる。なんかねちょっとだけ弾いてる。トレーニング毎日してる。でも最近はまあそのライブのリハーサルとかが多いので結構毎日かも。DNA の MV の最初のキラちゃんが CG みたいに移動した。嬉しい、そんなの。いかな DNA、 いかな DNA。 キラちゃんと好みめっちゃ似てるの嬉しい。私も嬉しい、そんなの。あかん、入場キラちゃん一時一旦バイバイ。おお、ライブかな。いってらっしゃい。キラップ期待してます。さあキラップやるんでしょうか。キラちゃんってイエベブルベ、私はどうですか、イエベですかブルベですか、どっちだろう。なんかブー、どっちなんだろうね。昨日から次男と喧嘩してどうしたらいいのか。あら、お母さん、お母さんですか、ね、そっとしといたらいいですよ、きっとすぐ戻るんじゃないですか。髪色は変えるかわからない、なんかちょっと迷ってはいるけど、どうしようかなって感じ。キアちゃんの声ってすぐ分かる、本当に。毎日ガールズの曲聴いてもありがとう、バズリズム性を見てありがとうございます、本当に嬉しい。
キヤちゃん、イエベハルカ、ブルベ夏っぽい。ああよく言われるかもそれ。どっちもってこと？コロッと食べればコロッとなります。うまい。車点検行ってきた。お疲れ様です。ライブの髪型まだ決まってない。どうしようかなって思ってる。キヤちゃん明日会いに行く。嬉しい。明日待ってます。次男じゃない、痛い男。どういうこと？痛おと喧嘩したの？え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。何年か前ライブ来ました。嬉しい。6月30も会いに来てほしいな。昨日調理実習でチャーハン作ったら焦げた。もうそれもあるある、わかる。私髪燃やしたことあるもん。そういうなんか中学かなんかの調理実習の時に髪結んでたのに、その時めちゃくちゃ長かったからなんか焦げ臭っと思ったら自分の髪みたいな、びっくり。 EX ファイト行き始めました。一緒だ、頑張ろうね。中年ライブ初参戦です。嬉しい。じゃんけん、じゃんけんぽい。私はチョキを出しました。明日のリリーベはブライムツリー赤池さんです。愛知県です。うん、大丈夫だったよ。無事。ね、髪の毛燃えるやばいよね。え、でもなんかいろ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 あった。キラ以外の子も燃やしてた、ね、どんなやり方してんのって感じだけどね。すいませんね。キヤちゃんのメイク動画、メイク本当に需要ある？レイクタウンに親友連れてく。嬉しい、連れてきて。オーディションで大切なことは何ですか？オーディションをするにあたって、もう気持ちじゃない？やっぱ気持ちってこう見てる人に絶対に伝わるから、どれだけ自分がそのことに対してどれだけの気持ちがあるかと、あととにかくニコニコする、怖い顔しないだと思われる。多分ね、自信持って。1ヶ月ぶりに会えるよ、嬉しい。あー危ない。楽器まず始まる。勉強のコツ、勉強のコツね、難しいよね。私は結構形から入るタイプでもあって、なんか家だと集中できないから、なんかどっかこう図書館とかそういう静かな場所、自分が落ち着く場所に行って、勉強とかしてたかも、の方が集中できた。早く代々木行きたい。私も早く迎えたいけど、でも迎えたくないっていう、なんかその一日が終わりたくないっていう、わかる？この気持ち。キルちゃんの枠見たい、嬉しい。ね、また踊ったら載せますね。自分磨き少し教えて。自分磨き、でも私自粛期間がすごく一番自分磨きめちゃくちゃやってたなと思って、なんかそこからすごい、なんだろう、やっぱ自粛期間ってもうお家にいるじゃないですか。何をしたらいいかわからないし、なんかもうただただなんか気分がもう何をしたらいいかもわからないから気分がこうってなっちゃうけどさ、そう、なんかそんな時自分ができることってなんだろうと思った時に、なんかこのままのビジュアルとかこのままのスキルじゃダメだなって思って、家でめちゃくちゃダンスやったりとか、なんかとにかくなんか可愛くなりたいから顔マッサージめっちゃしたりとか、メイクの研究したりとかめっちゃいろいろしてたかも。始まっちゃうと終わりが必ずあるからね。ねえ、切ないよね。キータン誰？キラです。ライブ楽しみ、嬉しい。本当にライブ楽しみって言ってくれるのが一番嬉しい。やっぱ6月はねライブがねすごい一番大きなあれなので、緊張する。でも終わりたくないんだよね、そのライブをが。毎日ライブしてたいかも。毎日みんなにも会ってたいし。キアちゃん好きで同じ長さまで切ったの、嬉しい。でこの長さアレンジむずくない？遊戯テスト2日前だけど行くよ。ありがとうね。遊園地大好き。キラちゃん夢に出てきて可愛かった。何の夢？怖い怖い、何の夢見たの？キラの遊戯は DT ありますか？さあ、
でも期待だけはしててほしい、みんなに。本当に後悔しないし、多分一番楽しめるんじゃないかなって。なんか私たちはもうみんなのことを一番に考えて、何をしたらこう楽しんで盛り上がれるかとか、何をしたらこうみんなが声を出しやすいかとか、毎日本当にリハーサルとかでも話し合ってとかしてて、そうだからなんかね、本当に楽しみにしててほしい。絶対楽しませるっていうことだけは約束します。グッズ届くの楽しみ、ありがとう5周年ライブって話ある、うん、まあないかも、今はないかも。これ何時まで何時までやろうかなっていう、期待するなら裏切らないこと約束しよう。前ばかり1回ばかりはやだ。どういうこと？入業過ぎから見えるか心配。大丈夫、みんなが見えるように作ってるから。ケイちゃんの名物買ってありがとうございます。コロロ作ってる。ケイちゃん目力強いって言われますか？言われる、目力強いって言われる。朝ごはんって毎日食べて、でも日によるかも。今日はなんかね、最近ねベリーのなんか健康にいいジュース飲んでて、ジュースなんて言うんだろう、そう、なんかその飲み物が朝ごはんみたいな感じになってるかも。いろんなアイドル見てきたけど、キラちゃんが一押しで嬉しい、ありがとう。コロロはコンビニとかどこでも売ってると思います。ぜひみんな言って、コロロゲットしたら私に言ってください、教えてください。ストーリーも全部見てるので。9点飲んでますよ、睡眠の質向上させてる、マジで。一昨日も飲んだし、本当にあの睡眠の質向上するのよ、マジで。あのめちゃくちゃ深い眠りにつける。ベリー系って何でも美味しい。朝昼晩コロロ生活です。それはさすがです。もう朝昼晩コロロでいいやみんな朝昼晩コロロにしようとしてるじゃん。9点も入れて、9点ヨーグルト。何歳から上京してますか？15歳です。くしゃみ大丈夫？ああ嬉しい。目覚めないくらいよく寝れるね。遅刻は気をつけてね。宣伝公開コロ売り切れてる？だったらすごく嬉しい。今家に8本あるよ。休憩って嬉しい。じゃあ3時10分になったら終わろうかな。ね、ゲリラだったんで、じゃあ今日はアーカイブ1日だけ残そうかなって思います。この配信。何歳からダンスやってる？ダンスは6歳からやってます。リーベックは迷ってるなら一回会いに来てください。超楽しいよって自分が言ってるっていう。スクジュタイムする、もうやる。何がいいですか？ポーズ。ほんとゲリラなのにこんなたくさんみんな来てくれてありがとうございます。ご主人グッズめっちゃ買った、ありがとうね。直接見れるの楽しみにしてますね。最近長崎帰ってないです。朝は朝い、昼はコロロ、夜は休店生活しか。痩せちゃうよ健康に偽りがある。ネイルもう一回キラーン。あ、風船出た。キラーンで風船出た。猫ハート、ハート出るんじゃない？出ろ。出たー。コロロポーズ。これで合ってる？コロロポーズ。これ。出た。ニャンハートって何？あ、猫ハートね。完全に始まってる。
明日体育くんのライブの赤城終わった。え、明日体育さんライブなんですか。できた。僕目の前でやりました。袋ポーズって何、どうやったらいいの。うさぎハートって何。うさぎハートってやばい、ついていけてないかも。やばい、クマ、猫、うさぎ。やったよね、さっきもね。これごめん、行こう。はい、じゃあ9分ということで、あ、来てるね、ハート、ハート。はい、飛んでくる風船キャッチして、出るかな。出ないじゃん、ほらこういう時に。うん、親指で耳作るのウサギハート。待って、何何何、え、これ、え、違ったらやばい。え、ちょっと待って、ウサギハート調べときます。え、親指ハートして親指上げるの、ちょっと待って調べます、すいません。グッズ楽しみ、ありがとう、楽しみにしててください。明日はプライムツリー赤池さんでリリースイベントと、本日18時から私たち代々木のチケットが販売またスタートするので、ぜひ皆さんゲットしてください。皆さんに会いたいです。ぜひね、直接会いたいのでお願いします。じゃあそれでは10分になったので終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。ギリアなのに楽しかったです。1日だけアーカイブ残すね。じゃあね、またね、バイバーイ。